いた。ねえ、今から木を見に行かない？この前ちょっと見たら、すっごく大きくなってたんだよ。それじゃあ、早速出発。何？了解よ。頑張ろうね。いいかしら。それでね、もう実がなっててね、今日くらいが多分。キリト、あれ。急いで倒さないと。それでも私は行く。絶対守ってみせるから。無理でもやる。だってあれは
ようやく倒した。でも、なんとか木は守り抜けたね。私もね、最初に見たときはびっくりしたんだ。まさか両手回しても届かないくらい幹が太くなるなんて。実はちょっとだけね。でもモンスターが来てないか見張ったりしてただけだけど。手に入ったら多分あげてたけど、ないんだもん。まさかそこまでは大きくならないでしょう。それでね、あそこに見えるのがこの木の実だよ。今取ってくる。こっちがキリトの分で、これが私の。そうだね。うん、食べてみない？いただきます。キリト、ありがとう。これは感情の実を育てるクエストだったの。協力し合って木を育てると、相手の感情がその実に宿って、食べるとその感情が伝わってくる。伝わってきたよ、キリトの心が。私、許してもらってたんだ。そうだよね。でも私、ずっと不安だったの。キリトを騙した私が果たして本当に許してもらえるのかって。でもキリトは本当に
違う、そうじゃなくて。うん、ありがとう、キリト。私もう疑わないよ。ずっとキリトを信じてるから。キリト、それじゃあまたね。行きたいところですか。あんまり考えてなかったかも。キリトさんとお出かけできればそれでいいです。街でもフィールドでもどこでも。いえ、キリトさんに
に取ってきてもらいたいって意味じゃないです。すみません。それにその服、プレイヤーのワンメイク品みたいなものですから、材料だけあってもダメなんです。いえ、そう言ってもらえるだけで嬉しいです。それでですね、実はこの話、続きがあるんですよ。何日か経ってから、またその店に行ったんです。そしたら、ありがとうございます、キリトさん。ピナ、ごめんね。
ね。よかった。それで、今回はなんていうか、こんなになっちゃったんですけど、また一緒にお散歩に付き合ってもらえますか？はい、もちろんです。You guys, Clark, get the fuck off me.